さあ、それではベヨネッタ3の続きやっていきます。というわけでこの広大な砂漠編頑張っていきましょう。いきなり硬い。立ち止まっていても仕方ないわね。はい。目の前には他にないかな。よし、じゃあチャレンジ。この先は私に任せて、あなたは戻ってください。なるほど。何かの、おっとっとっと、嫌な予感。カイロ、毒婦のブルー。退屈なアクティビティを、どうもありがとう。お化粧が崩れてきちゃったじゃない。アクティビティね。砂漠の中でアクティビティがあるだけまだいいじゃないと思うけど。ビオラなんか何もなくて行き倒れそうになってたけど。うん。お、また過去の記憶か。来るなと言ったはずです。来るなと言われると行きたくなっちゃうのよ。わかる。まったく、あなたという人は本当に仕方ありませんね。タイミングは力ずくで止めさせてもらう。お覚悟を。なかなか見た感じはカエルのような、カメレオンのようなという感じだけど、ちょっと短いな。ちょっとタイミングが。いいよ。何このキモい。あ、いた。うおっ。とりあえずいいよ。おっと、どこに判定がついとるんじゃこいつ。よし。うわー、キモ。くらえ。ちょっとこの踏みつぶし逆に難しい。よっ、なんだ、どういうこと。おっ、どういうこと。あー、フェイントやる。何これ。ああ、見えない。おっと、危ない。うっ、あく、小賢しい。避けられた。おっと、なんか避けてもさ、ちょっと出ないんだけど。当たれ。ちょっと浮いちゃってるな。でいけるか。まずはフィニッシュに行けないか。
なかなか。よし、あ、しまった。5円だから。危な、なかなか厳しい、見づらい。そこまでです。この先に呼ばれたのは私です。決着をつけてすぐに戻ってきますからね。また会いましょう、姫。ここへ来たの。一度お姫様を助けに行ってみたかったの。あとで急ぎましょう。バール、最初何と戦ってるんだか分かんなかったけど、この世界のジャンヌ的な人が刺激していた魔獣ってことだよね。そしてカエルの歌、そういうこと。バールの歌、召喚中 R を謳歌するとバールが1小節ごとに歌を歌う。 R を連続して謳歌し、4小節すべて歌い切ると毒の雨が降り、周囲に毒を撒き散らす。跳ねよう、3段ジャンプ。バールのジャンプは連続で行うと、その度に高さを増していく。3回目で素晴らしい高さのジャンプを見せてくれる。それは戦闘中、さっき食らった。そういえばあれ、あの、なんていうか、その、 なんていうのかな、襲われるタイミングが分かりづらかった、あれ。なるほど。スカロー毒の海。バールは毒に対する耐性を持っている。そのため数百年たまり毒素を増した池であろうとダメージを受けることなく移動することができる。おお、すごい。歌おう、跳ねよう、つかろう。なるほど。そして結構ダメージ受けちゃったからな、回復したいな。というわけで呼んでみましょうか。下攻撃やりなさい。何か言ってるけど、ちょっとマリ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 っていう声だからわからない。平手打ち決めなさい。まだ必要って言ってるっぽいな。決めなさい。いわば往復ビンタみたいな感じかな。よし、じゃあ回復を兼ねて使っておこうかな。よし、
あとはムーンパールも使っちゃうか。よし、お玉召喚。あ、ちょっと待って待って、魔力、魔力足りない、魔力は回復しないんだ、意外。立ち止まっていても仕方ないもん。うん、じゃあちょっとの間練習をお預けかな。武器もちょっと重いものばっかりだから変えておこうか。デッドエンドエクスプレスはなかなかフィニッシュまで持っていくのが大変だな。ブンブンって振り回したいけど。うん、カラーマイワールド。よし、さて何かアイテムがありそうな、なさそうな。ここは戦った場所だからないか。うん、迷路。お、何かの手記。流砂の川、これはどこで手に入れたやつかな。毒の神殿っていうところが今取ったやつか。さあ流砂の川、手に取ると誰かの記憶がいかやく、いや中略。深い谷底では砂がまるで川のように勢いよく流れている。その近くには砂の川を渡ろうと試みる二人の女性の姿が見えた。二人は砂に沈んだ朽ちた遺跡を足場にしながら軽快に進んでいく。だが片方の女性が突如として進む方向を変えると、もう一人の女性が慌てた様子で叫ぶ。姫、そこは危険です。注意の言葉をかけるときすでに遅し。姫と呼ばれた女性が着地した柱は崩れ落ち、彼女の体は砂の川へと落ちてしまう。姫は何とか這い上がろうとするが、もがけばもがくほどにその体を深く砂の中へと沈んでいき、どうなった？ジャンヌー、ジャンヌーって彼女の声はやがて砂の中へと消えていった。だがその刹那、ファポーンスザンビー、ジャンヌと呼ばれた女性が軽やかなステップとともに呪文を唱える。すると地面に現れた魔法陣がみるみる大穴へと変わり、そこからは大きなカエルが飛び出したではないか。大ガエルは鞭のような長い舌で砂の中をさらうと、瞬く間に沈んだ姫を救い上げた。そっと下ろされた姫は咳き込みながら荒い息を整えていく。一体何事です？もう少しで地の底に引きずり込まれるところだったんですよ。そう言いながら詰め寄ってくるジャンヌの顔の前に姫はあるものを差し出した。にゃー、驚いて飛びのくジャンヌ。姫が差し出したのは真っ黒な子猫だった。この子が落ちそうになっていたから。はあ、まったく子猫に心を奪われた姫には何を言っても無駄。そう悟ったようにジャンヌは肩をすくめため息混じりに告げる。今日の修行はここまでです、帰りますよ。そういうジャンヌの心の内にかすかに子猫に対する興味が湧くのを感じた瞬間、脳裏に浮かんだ光景が消えていく。なるほど、これ前回読んでおけばよかったな。うん、毒の神殿。神殿の入り口で迫り来るホムンクルスを追い払おうと一人奮闘する女がいた。クソ、何としても中に入れさせるわけにはいかない。人々は先に神殿の奥へと逃げている。彼女は神殿内部への侵入を防ぐべく奮闘するも多勢に無勢、徐々に押され始めていた。どうしようもない状況に心が折れそうになったその時、神殿の奥から怪しくも美しい歌声が聞こえてくる。その歌声が耳に入るなり、絶望に染まった心は希望へと塗り替えられる。頼れるものにはこれしかない。理由もわからない直感を信じ、女は恋のする方へと駆け出した。しかし細い通路を進むうち、望みはすぐに絶たれてしまう。背後から強烈な一撃を受け、女は激しく吹き飛ばされた。彼女は命からがら広い部屋に転がり込むものの、ホムンクルスは一歩また一歩と彼女の元へ迫ってくる。覚悟を決めたその時だった。部屋いっぱいに大きな歌声が響き渡ったのだ。にわかに辺りが暗くなったかと思うと、次の瞬間ホムンクルスたちの頭上に赤黒い霧が立ち込めた。霧はみるみる雲へと変わり、毒々しい激しい雨をもたらした。ずぶ濡れになったホムンクルスたちはしばらくの間もがき苦しんでいたが、やがて石像のように動きを止め砕け散った。彼女は薄れゆく意識の中でその様子を見ながら、
この神殿には歌を愛する魔獣が暮らしていることを思い出す。愛らしい魔獣を想像し、感謝の祈りが心の中に広がるのを感じるとともに、脳裏に浮かんだ光景が消えていく。うん。なるほど。すでにホムンクルスと戦いながらも、そのなんていうか魔獣とか使わずに戦っていたってことだよね。うん。なるほど。魔の気配。あれ？これはいつ頃手に入れたやつだろう？誰かの記憶。どうやら高いところを飛んでいるようだ。飛んでると言っても飛行機に乗っているわけでも箒にまたがっているわけでもない。空を猛々しく舞うのは怪しく艶めく羽毛を持つ怪鳥。編成飛行する怪鳥の背につかまり大勢の人が空を進んでいた。みんなもう少しの辛抱よ。あそこに降りるからしっかり捕まって。先頭のひときわ大きな怪鳥に乗った女性が叫ぶ。どうやら一団は遥か眼下の崖に囲まれた塔を目指しているようだ。塔から溢れる怪しい気配に引き寄せられるように会長たちは次々と急降下を始めた。彼らに振り落とされまいと背に乗る人々はしがみつく手に力を込める。塔の頂上に近づいても速度を緩めない会長たち。誰しもが衝突を恐れ目を閉じるが、一向にその時は訪れない。それもそのはず、会長たちは涼しげに大きく羽ばたいてブレーキをかけると、先ほどまでの速度が嘘のようなふわりとした優しい着地を決めていたのだ。全員が無事に到着できたものの、その顔は一様に疲労の色が浮かんでいた。その中でただ一人平然とした顔の女性が鋭い号令を飛ばす。さあ急ぎましょう、まだまだ先は長いですよ。だが疲労困憊な人々は座り込み、一向に立ち上がろうとしない。そのようにため息をつくと、女性はぽつりと、ここに長居するとマルファスたちに餌だと思われてしまいますよ、とつぶやく。人々はその言葜を聞くなり、顔を引きつらせ蜘蛛の子を散らすかのように一目散に塔を降り始めた。その様子に女性は思わず吹き出してしまう。呆れといたずらに成功したかすかな満足感が心を満たすと、脳裏に浮かんだ光景が消えていく。なるほど。会長はマルファス、つまり乗ってきた会長たちだよね、多分。うん。なるほど。これがジャンヌなのかな。うん。今回はジャンヌがベヨネッタのように戦っているみたいな感じなのか。ベヨネッタも一応姫扱いなんでしょうか。一応っていうか姫らしいけどね。うん。うまく繋がらない。あ、ゲートがうまく繋がらない。ジャンピングプレス、跳ねろ。おお、なるほど。跳ねろ。おお、跳ねろ。軽やか。でも結構なんていうか、その動作が長いから魔力消費が結構あるな。歌も練習しておきたいんだけど。うん。よし。うん。こっちだけ、あ、ごめん、触内が見えてなかった。どっちも普通だ。さてと、これは早速このバールの歌とかを使わないといけないような予感。うん。これがあれだな、魔力は充填できるやつ。よし。その調子。いいわ。ラスト。おお、かなり時間かかっちゃうけど、
これは強烈そう。これ連打でいいのかな。歌って、その調子、いいわ。なるほど、いいね。連打でもいいってことが分かったから結構気楽かな。さっきはちゃんとタイミング合わせてたんだけど。お、これはやりなさい。お、ウィッチハートのかけらありがたい。よし、じゃあ早速だけどパワーアップもしちゃおうかな。その前にいろんなやつがあるな。内なる力解放中、これはビオラのやつだね。バール、あ、下攻撃3回出せるんだ。なるほど。こっちはチェシャの操作とビオラの飛力、肘からわからないけど、魔獣バール、うん、習得物、お、毒ガエルのクッション、こんな感じ。肌触り、座り心地ともに至高の一品に仕上げられているらしい。しかしこれ毒ガエルって言われてもちょっとピンとこない絵柄だな。うん、この世界を訪れたロダンが現地の人間から教わった壁画の図案をあしらった布を使って作ったクッション、ロダン製なんだ。今更だけど。風神の砂時計、マルファスを模した像が据え付けられてある砂時計、測り終わった後ひっくり返すためにわざわざマルファスを外さなければならず面倒なため、ただのオブジェになることも必至。なるほど。それいちいち外してさ、ひっくり返してまた乗せる必要があるの？それとも乗せるっていうかはめ込めそうな場所ないじゃん。もう最初からマルファスはそのどかされちゃうやつじゃん、これどう見ても。うん、今更だけどこういうの見るとなかなか面白いな。作り込まれてるグレイス&グローリー、これはベヨネッタ1から登場してる双子的な天使。うん、ビオラ、駆け出しの魔女ビオラが追加されたけど、うん、突如空から降ってきた正体不明の少女、そう言われるとすごくヒロインっぽい、ヒロインというかなんというかね、あの某なんていうか親方みたいな。地震の住む世界が消滅する寸前に脱出を果たし、ベオナたちのいる世界へと逃げ延びてきた。背中の日本刀を武器に戦い、魔導術も操るがその能力はまだ未熟で、ちょっと中略、大好きなアニメトーチャーキャッツ、そしてマブダチ、あれこの辺りちゃんと聞いた気がする、マブダチの方で聞いたのかな。うん、これはなんか読んだことがある？ない？どっち？ちょっと待って、ストライダー、ストライダーは天使でも悪魔でもなく、ましてや人間でもない獣人。うん、その正体は全平行世界のルカの邪悪なる思念の集合体、ダークアダムに精神を侵されたルカの変わり果てた姿である。ダークアダム、いきなりなんていうか不思議な名前が出てきたな。うん、全平行世界のルカの邪悪なる思念の集合体、つまりルカが悪いのでは。うん、世界、全平行世界の俺の悪意がこの俺にみたいな、集まっちゃったんだみたいな、それでついカットになっちゃうんだみたいな。うん、なるほどとは言えないけど、魔獣、あ、そっか、まだ正式に契約してるわけではないから
パワーアップはできないか。ここでは選べないね。ゴーエン、こうしてみるとあんまり解放してない。やってあげといた方がいいかな。デスパッチ、これは素早く近づくやつだね。はーい。ジャンプ後すぐにキック、武器を機関車に発進させて上空へと飛び上がりながら相手を打ち上げる。ハイテンション、後ろに入れながらパンチ、チェーンソーを振り上げ相手を上空に打ち上げる。長押しすることでチェーンソーを振り回しながら回転数を上げ、ボタンを離した攻撃者際の威力が上昇する。うん、ただし長すぎると制御不能に陥り失敗する。はーい。スパイラルロコ、ジャンプ後すぐにパンチ、螺旋を描くようにその場で上昇し相手を上空に巻き上げる。カーディアックウィリー、後ろ側に、入れながらキック。うん、まるで連続サマーソルトをするかのように宙返りしながら相手を上空へと巻き込む。これも貯めることができる。スプラッターソー、これは前進しながらパンチ。うん、これも踏み込む前に貯めることができるみたいだけど横切りなんだ。なるほど。ナイトメアスイングアーム、後ろ前パンチ、これは前進しながら両腕のチェーンソーを振り回し相手を何度も切りつける。使いやすそう。チャッキーチョッパー、後ろ前キック、相手に向かって急発進し両腕のチェーンソーで挟み込んで攻撃する。これは攻撃判定が広い感じかな。うん、ギアスクリーム、一回転キック、左側に急旋回するように走行しながら両手のチェーンソーで周りを攻撃する。ボタンを長押しすることで最大3周分走行距離が延長される。お、あ、向こうと繋がってないからダメなのか。じゃあ5円の方、汽笛、怒ります。さらに怒ります。もっと怒ります。あれ足りない、汽笛使用回数がまだ3回しかない。嘘、そんなに使ってない？結構やってる感じがするけどな。後ろ前パンチ、列車が宙返りする軌道を描くことで上空の相手をも攻撃する。全体回れ。こっちは信号化石、ん？信号化石炭直接照準、煙突から石熟した石炭弾を噴出する。弾は相手の頭上に落ちて爆発する。後ろ前射撃。おう、こっちは一回転パンチ、列車がハの字の軌道を描く、八の字の軌道を描く。おう、八の字走行を始め、定位につき応戦せよ、後ろ前キック、列車から悪魔が下車し一定時間近くにいる相手を自動で攻撃する。おお、なるほど、輸送列車としても役に立つ。接近敵排除装置作動、一回転キック、一時停車しその場でチェーンソーを振り回して周囲を攻撃する。おお、かわいい、えいえいみたいな。うん、こっちは緊急停止の地銃砲制射、一回転射撃、急停車し正面に向かって手法を放つ。攻撃の威力が高い分当てることが困難な技。そんなに、確かにまっすぐにしか打ってないな。うん、背後の方にも打ってるのかな。なるほど。というわけでギアスクリーム、一回転キック、はーい。そしてランブルイコライザー、一回転パンチ、チェーンソーを頭上で振り回して周囲を攻撃する。ボタンを長押しすると振り回す時間が延長される。ただし押しすぎると制御不能に陥ってしまう。ふむ、出してる暇があるだろうか。こっちはボイラーチャージ、あー、これは長押しするやつね。オーバーローラー、一回転射撃、勢いよく横振りし車輪を射出する。
車輪は自分の周りを円を描くように転がりながら離れた、あ、触れた相手を引き倒す。はい。ホイールインフェルノ、長押し後射撃を放つ。チェーンソーを振り回しながら回転数を上げると射出するチェーンソーの歯車が巨大化し威力が上昇する。ただし押しすぎると制御が不能になってしまう。はい。そして構えながら前プラスキック、武器を機関車のように乗りこなし L スティックで自在に移動する。ぶつかった相手を引き倒す。ただし一定時間以上乗り続けると制御不能に陥る。ジャンプで飛び降りることが可能。はい。いやー結構覚えるものあったな。大変。あと覚え忘れのやつはあるかな。あ、マダムバタフライ全然やってなかったんだ。今のうちに覚えちゃうか。チャームキッスの時間が延長。はい。チャームキッスをあと6回ヒット。はい。潮流拳、あ、1回転パンチ。まさかの1回転パンチって言われるとなんかちょっと不思議な感じがするけど、新流拳的な感じか。なるほど。潮流拳、高く上昇し相手を打ち上げるアッパーカット。魔導拳、後ろ前射撃、魔力を練り上げ強力な弾にして発射する。長押しすることで技の威力が上昇する。はい。コマチョウかな。逆立ちして開脚しながら回転し広範囲を巻き込む蹴り技。なるほど。竜巻旋風脚と見せかけてスピニングバードキック。芝口町、芝口町、一回転射撃、自分の周囲に3匹の蝶を召喚する。蝶はマダムバタフライの周囲に漂い近づく相手に対して自動的に起爆しどかせる。ほう。どういうことだか分かんないけど勝手になってくれるんだね。よし。さあ、そしてカラーマイワールドのコンカッセステップ、一回転キック、召喚したマダムの足で回転蹴りを放つ。これは使いやすそう。ガットレンチヒール、後ろ前キック、狙いを定めた相手の頭上にマダムの足を召喚し勢いよく踏みつける。ボタンを長押しすることでステップを踏むような足さばきで何度も相手を蹴り蹂躙する。よし。さあ、そしてアストウンドアーム、一回転パンチ、召喚したマダムの腕で周囲にパンチを浴びせ相手を何度も殴打する。ボタンを連打することで攻撃回数が増える。ほう。あたたたたたたたみたいな。よし。なかなかいっぱい覚えましたね。まずは、お、カエルさん、えい、今の後ろ前パンチです。一回転パンチ。おお、なるほど。一回転キック、いいね。後ろ前キック、あれ、おお、ステップ、なるほど。ターン押しだと一回だけ、貯めると、おお、なるほど。何かあるある。くっ、早い。そっちに行かせておいて、このまま行けば捕まえられそう。お、逃げ場がないよ。こらこら、慌てないで落ち着いて。よし。さあ、これで3種類ちゃんと集められた。このマークがカエルなんだ。ふむ。やりなさい。特に何か鍵になってるわけではなさそうだ。やりなさい。
自分のとこの神殿をバンバン破壊させているような気がするけど、まあいいか。さあ怪しげなとこ行きましょう。立ち止まっていても仕方ないわね。ラジアトゥース。飛び道具タイプかな。飛び道具だけどめっちゃ近寄ってくる。ふりゃー、やりなさい。あれ、なんかすごいあっさりとトーチアタック。それで全力シュー。えい、いいよ。おお、おっと、なんか何回もやってくる。残念ね。やりなさい。いいよ。くらえ。全然。よし、あれちょっと多くない？しょうがない。いいよ。かかってきなさい。早すぎた。ふう。接近型でなかなか悪くない相手。いっぱい壊しちゃってごめんね。よし、待って待って、何かありそうな感じが。なことはなかったぜ。何ここ、毒の沼。ああ、ちょっと落ちてしまった。召喚中三段ジャンプ。ふむ、なるほど。でもその前に左右見たいな。横から見れるだけかな。隠しバースがあるわけでもなさそうだな。なかなか壊れない。なんとなく出てきた。戻っておいで。ふむ、お、かわゆい。ちゃんと受け取りました。おお、ちょっと時間制限あるんかい。ちょっと確かになんかガガガガガっていうなんか機械的な音してるなと思ってたけど、降りたら何かアイテムがあるとかそういうことじゃない？ちょっと待って、怪しくない？あそこになんかキラッと光って見えてるのは何かあるんじゃない？あれ、ちょっと待って、でも行ってみるべきか。あれ、念のため
ああでもなんかこれは関係なかったっぽい。ただのあれだ、反射が光沢のある場所だ。周りに壊せそうなところがあるけど、決めなさい。特に壊れない。さっきそうだ、これ仕掛けで動いたところだ。くだまされた。よし、ふう。立ち止まっていても仕方ないわね。うん。ニューラス装甲強化型。ここで会えるんだね。おお。お見通し。バレバレ。これはこうね。よっ。こっちの番よ。様子を見るか。おっと、あー、尻尾攻撃。私には触れさせない。いいよ。ぺちゃーん。ビターン。ここでは呼び出せない。嘘、ちょっと待って。いい気持ちだったのに。さてと、当たらんのかー。お、いや別に何もないんだ。こんちの場合よ。おっと、爆発。うひゃー。地味にあの床に作られたやつがちょっと面倒くさい。やりなさい。よし、もうどんどん攻撃しちゃうよ。あ、ちょっと早かった。決めなさい、決めなさい。お、お見通し。いいよ。あなたの場合よ、やりなさい。チャンス。おっと、チャキチャキ攻撃。わあ、ちょっとちょっと。どんと来なさい、危ない。気持ちいい。いいよ。よっ。
来たちょえい、さすがにちょっと無理か。どうしよう、くらえ。ビシビシ。丸飲み久しぶり見た気がする。あ、なんかバース見逃してる。やるわね。でもあんなの食べて大丈夫？ちょっとまさか。知らない。主の力を。弱まって見殺す。完全に失われたわけでは。ジャンヌ、いい子で待ってるのよ。いい感じだ。ルカに言われるとなんかちょっとムーってなるけど、どこで見落としたんだろう。ちょっと途中なんていうか、あんまり気にせずに進んじゃったところあったよな。なんていうか、ちょっと気持ちよくなってそのままね、階段駆け上がっちゃったところあるし、やっぱりあれかな、三段ジャンプするところとか、あの辺りが怪しいのかな。なるほど、狭いところで一本道というか、ある程度分岐はあってもすぐアイテムがあって帰ればいいくらいだなと思ってたけど、そういうパターン。今回はジャンヌが主役ということで、なかなか興味深い。今回はね、いろんな技取得しましたけど、結構ちょっと出すチャンスがなかったかな。やっぱり スピーディーというか、ハイスピードなゲームだからとっさに出すのが難しいな。でも頑張っていこうかなと思います。このバースは後で探し出してやっておこうかな。よし。いや、なかなか大変だった。カエルの歌、そういうこと。地下神殿内の隠された部屋に立ち入る。それか、どこだったんだろう。キャステルラヌスの節が一つ以上残ってる状態で本体に直接攻撃を当てる。これは序盤の方にやったやつか。ミュラスにバールの毒の雨を一回当てる。チャンスはどういう時にあった？アーマーを破壊してトーチアタックができる状態の時に歌えばいけたのかな？かもしれない。なるほど。ビーウィッチメンツもね、なかなかこれを見るとさ、あ、そういうところがあるんだってことがわかるからいいよね。よし、まあとりあえずクリアできたから OK としておきましょう。じゃあ今回はここまでにしておきます。さあ、それではまた次回よろしくお願いいたします。